情報発信、まあ、おすすめのサーバーとかレンタルサーバーの選び方とか質問されてます。あとおすすめのブログサービス、その選び方ですね。ブログサービスの、アドセンスとアフィリエイトどっちがいいんですか。まあ、本当に初心者で言うとアドセンスがいいかなと思うんです。というのはクリックされるだけで課金されるの、あなたに報酬が入ってくるので、まずはアクセスを集めるということに集中できるということですよね。まあ、アフィリエイトの場合だと商材の選び方の目利きが必要だったりとか、いろいろそのなかなか選び方がという面で初心者向きじゃないのかなというところはあるんですけども、ジャンルとかも含めてですね、商材それぞれの商材ジャンルで、まあ、アドセンスでやっていくとしてワードプレスでブログサービスとしては当然お勧めします。で、独自ドメインを必ず取って、無料サービス、無料のブログではなくて、いつ削除されるかわからない、急にサービスが終わってしまうかわからないっていう無料のサービスではなくて、ワードプレスで独自ドメインっていうのを取って、レンタルサーバーっていうのを使うと、とこはいいですね。で、発信する